ったバルブカバー、これをね、今日取り付けれたらいいなと思います。で、ざっと洗いまして、つけるんですけども、車側をですね、掃除しないといけないんですね。補助しながら、車側の掃除をしていきたいと思います。それでは、エンジン側掃除していきますけども、今剥がしているのがインマニのガスケットですね。エンジン側に残ることなく、きれいに全部パコッと外れました。なんですけども、いろいろと付着物がこの接合面についてまして、それを掃除していきます。まあ本来こう密着している部分のはずなんで、まあそういうものは、まあゴミのようなものは入ってこないはずですし、まあそもそも、まあこういうものがありますと、そこに隙間ができますんで、まあ漏れるものは漏れると。なんですけども、いろんなものがついてましたね。ですから、このインテークマニホールドは定期的に脱着して、こうやって掃除をしてやらないとダメかなと。で、問題は、まあ、どれぐらいの頻度でやらないといけないかということですけども、今上向いてますけど、もう邪魔なホースをね、天井に縛り付けてます。まあ、初めにやっとけばいいんですけどね。まあ、いつも私はこうで途中で、まあ、辛抱できず、こうやってし、や、やるという感じですね。やっぱ横着しないで初めから、まあ、作業しやすいような状況にするっていうのが大事かなと。で、今掃除してる部分、サビがひどいんですね。まあ、水が通る部分なんですけども、ここの穴の中のサビまでは取らなかったです。というのは、取るときに下にこぼれ落ちますんで、まあ、それは良くないかなと。まあ、下にサビを落とさず取るのがちょっと無理かなと思いましたんで、そのままにしてます。まあ、いつかこのシリンダーヘッドを取り外して、まあ、分解整備できるとき、まあ、そのときにしようかなと。まあ、取りたい気持ちは山々でしたけどね。まあ、こういう妥協も、まあ、あちこちにあります。まあ、せっかくここまでね、掘り進めたことですから、まあ、できるとこはやりたいかなと思いましたけども、まあ、やめとくというのも一つかなと思いました。プロの方の整備でしたら、何か一つ作業するのに他にできることはないかというのがよくあると思うんですね。で、私らですと、もう一つのことだけで済ませてしまったりするんですけど、まあそこをこうしつこくですね、他にできることがないかと意識的に探して、まあついでにしていくというのが、やっぱりプロと素人の違いかなと。小山自動車さんでしたかね、有名な。ちょっと名前間違ってたら、申し訳ないですけど、まあ、あの人の、まあ、こういうね、整備なんか見てますと、一つの作業をするのに、まあ、ついでにって言ったらちょっと言葉悪いかもしれないですけど、他にできることはないかということでね、いろんなことを一緒にされますよね。まあ、あれってすごい大事かなと思います。まあ、せっかくね、このバルブカバー開けて今にも取ってるんですから、まあ、ロッカーアームとかね、あとプッシュロッドとか、まあ、さっき言いました、その水の通り道のサビとかね、まあ、できることは、まあ、山ほどあるかと思うんですけど、まあ、ここはぐっとこらえてですね、とりあえず一度車を復旧させて、まあ、動く状態に戻すと、まあ、いうことが優先かなと。まあ、いう判断でやってます。で、今撮ってるところが、このバンクの谷間になるところで、ガスケットが液体ガスケットなんですね。それを撮ってます。液体ガスケットもすごく素直に撮れましたね。で、左バンクのインマニのガスケットを今外しました。もう右と状況全く同じでしたね。
で、ここもガスケットはきれいに取れたんですけども、このすすのようなものがたくさんありました。こう完全に密着しているところのはずなのに、こんなにたくさんのゴミが挟まっていたというのも結構驚きです。で、今スプレー、これ、パーツクリーナーですね。これを吹きつけてるのが、アースポイントです。ちょっとね、取るのにボルトの頭がすごく薄くて、こう舐めるかなと思ったんでね、あそこはブレーキクリーナーと、で、接点復活剤を塗るにしときました。で、今外したこのサドルのようなステーですけども、配線の束を押さえてるステーで、で、コメントで教えていただきまして、このステーの、位置決めというか、ずれないようにというか、ちょっとはみ出した、引っかかるようなものがあるんですね。で、そういう機能を持ったものなんですけども、その折り返しの引っかかりがですね、中の配線を傷めることがあるらしく、それが原因でエンジンが不調になったりするという事案が、この車で時々あるそうです。で、ありがたく教えていただきましたので、やっておきました。その折り返しの部分をね、倒しまして、平らな状態にして、中の配線をもう絶対傷つけないように。バルブカバーとインマニの接合面を、掃除しました。奥の方は結構やりにくかったですね。で、ゴミが入ってはいけないところに入らないように気を使っての作業で、結局ちょっとは入ってしまってるんですけども、これで、ガスケットを乗せてつけていけるかなと思います。で、加えて2つなんですけども、ここのグランド、ここね、今画面の真ん中、これがね、頭がすごい短いんですよね。で、回そうと思ったんですけど、ちょっと滑りそうでやめときました。パーツクリーナーと接点復活剤だけ拭きました。なんでこんな頭の薄いボルトを使うのかなと。で、あとコメントで教えていただいた、このサドルみたいなやつね、これですけども、この裏の、滑り止めみたいな、位置決めみたいな折り返しをもうなくしました。平らにしましたね。なんか中の配線を傷つけるらしいんで、そうしときました。それでは、バルブカバーを洗っていきますけども、これがインマニのガスケットです。この辺ね、水が通るところ、ここ割れてるのがこうあるんですけど、これ外すときに割れたのか、もともと割れてたのか、ちょっともう今となってはわからないんですけども、裏もこうなってますんで、やっぱりこの辺が良くないのかなと。で、錆びてますんで、錆が、この液漏れを起こす原因になってるのかなともちょっと思いますね。で、次にですね、このバルブカバーを留める6本のボルト、これも洗うの忘れてまして、これを洗っていきます。ボルトの、その軸の部分は大丈夫なんですけど、頭の部分がものすごくゴミが詰まってますんで、これを洗っていきます。で、汚れてますと、次またオイル漏れた時に、新しく漏れたのか、前の漏れなのかが見にくいんでね、こうやってきれいにしておくことが大事かなと思いますね。で、パーツクリーナーで最後洗いますけども、灯油で洗いまして、で、灯油はゴム部品を、かなり傷めると聞いてますんで、バルブカバーのグロメットを通るボルトですんで、灯油分を取っておきました。それではいよいよ、
バルブカバー取り付けていきます。どうぞご覧ください。バルブカバーがつきました。ガスケットが青いんで分かりやすいと思うんですけど、これが右バンクですね。こっちが左。それぞれ3本のボルトで止まってますけども、締め付けトルクが12ニュートンメーターということで、1回10ニュートンで締めて、でそれから12ニュートンで締めました。なんかちょっとねすごく弱いんで、こういうのは不安になりますけど、これで取り付けができました。